ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は奈良県田原本町浄土宗安養寺住職松島清郎さんをゲストにお迎えした2021年のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、今日も松島清郎さんとおしゃべりをしていきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ子供時代の、屋根に登っていた話から、まあ、ビジネスマンに、東京のビジネスマンになり、一周回ってお寺に戻ってきて、で、未来の住職塾しかり、そしてお寺おやつクラブ、まあ、いろんな活動を私も一緒にやらせていただいたこともたくさんあるし、で、まあ、松島さんも今たくさんの人との関わり合いの中で、まあ、すごく、そうですね、そのお寺っていう背景を生かしながら、社会に対してどう関わっていくか、何ができるんだろうかっていうことを、まあ、続けてこられたなと思うんですけど、うん、宗教と社会貢献、うんうん、あるいは、まあ、お寺とか仏教、お坊さんと社会貢献みたいなテーマでもちょっと、うんうん、まあ、話してみたいなと思うんですけど、はい、うん、ずっとありますよ ね、そういうテーマね、うんうん、でなんかそういう話の時に割と松島さんが、まあ、屋根裏時代、屋根裏じゃねえか屋根の上に登っていた時代のちょっとこうシニカルな感じが出てくる場面もあるような気がしていて、いやっていうのはなんか、まあお坊さんってなんだろうな、まあ、お坊さんだけじゃなくて多分いろんな宗教の、特にまあそこに生まれなんかやることを運命づけられた、うんうん、立場にあればなおさらのこと、うん、なんかアイデンティティが欲しいっていうのもあり、うんうん、でなんか与えられた環境の中でやっているだけでいいんだろうかと、うん、やっぱ自分がやっていることは本当に人の役に立てているんだろうかっていう思いに至る人も、うん、まあ、多いと思うんですよね、うんうん、これいろんな宗教で、うん、で、まあ、社会貢献何かしたいっていうところに、うん、こうスイッチが入って頑張る人もたくさんいる、うんうん、で別にそのこと自体、うん、何のね、悪いことも何ももちろんなくて、うんうん、素晴らしいことなんだけれども、うん、でもなんかそれって、そうだな、じゃあお坊さんの、まあ、本業があるか、うん、まあ、本分があるか分かりませんけど、うん、まあ、それとどうその社会貢献活動が重なってるんだっけあなたみたいな、うんうん、呼びかけを時々しているような感じもしてて、うん、松島さんが、あ、僕が、うん、あ、僕が、うん、おまあしてないかもしれないけど、なるほど、うん、まあ、時々ちょっとこう油断してた今、いや時々ちょっとこうチクッとやる感じの時あるじゃないですか最近なくなったけど、ね、最近、うん、最近丸くなったけど、うん、なるほど、うん、そうですね、うんうん、そうですね、うん、まあそれは昔の自分にも言い聞かせてるというか、なるほど、うん、っていうところが過分にあるかな、うんうん、ね、松本さんと出会った当時のその息巻いてた手柄が欲しいとかっていうのも、うん、もうまさにそういうことだなと思うし、はい、うん、なんか、まあ、ある意味ではそういうモチベーションというかそこのパワーがないとね、前に進めない
し、うん、あのまあいろんな受け取りがあるんで慎重にやらないといけないところあるけど、まあそのこちら側から発信していくっていうのがないとね、気づいてもらえない、うん、ね、ないものと同じだったらもう何も始まらないから、うん、まあいろんなハレーションもね、あのいろんなところでね、若いお坊さんが起こしてくれるのは僕はあの実はワクワクしていて、ほうほう、あの嬉しいことなんだけど、うん、まあそれがね、いつまでもそれだけで、うん、終わってると、うん、案外長続きしないしね、うん、まあその思いつきでやればやっぱり思いつきレベルのことしかできないからすぐに終わっちゃう、うんうん、まあそこはもったいないなというのは思いますね、うんうん、そうですね、うん、やっぱいろいろやってきたけど、うん、なんだかんだ続けてる人ってすごいなって思いますね、うん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 、僕の身近なところで続けてる人ランキング結構上位にいるのが、うんうんうん、木原武史という人。お懐かしい。お前ね、うん、お寺カフェ神谷町オープンテラス、うんうん、まあ就職決まんないでプラプラしてんだったら、うん、カフェでもやったらっていう、やってみたらみたいな、そこから始まってもう何年やってんだろう、20年近く。松本さんは、兄弟子になるの？まあ、いわゆるそういうあれで兄弟子ね、兄弟子、うん、兄弟子かも、いいじゃない。あんまり意識したことなかったけど、そう、そうやね、確かにね、うん、うん、そうか、確かに木原くんそうやね、うん、うん、いやすごいですよね、続けてって、うんうんうん、あまだ木原さんいたんですねみたいな、うん、久しぶりに訪れて、うんうん、変わらずにいたら嬉しいじゃないですか、うん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 、あ、でお帰りなさいとか言ってくれたらね、うん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 、そういうのって本当になかなかないよなと思って、こういう目まぐるしい世界の中で、ね、うん、ね、うん、まあ、変わらずに会ってくれるのはとっても重要だよね、うん、そこの希少価値は多分今の時代上がってきてるよね、ですね、うんうん、だって変わらずに続けてるってことを新しくは作れないわけですよ、続ければ続けるだけ希少性が増していくっていう、本当にその通りだなと思って、僕はどっちかというとそういう若い子たちのチャレンジはめちゃくちゃ応援していて、うんうん、なんか安易にお寺おやつクラブの活動は、宗教者の社会貢献ですよねみたいなことを、今の時代にあったまさにこういう実践活動が求められてますよねっていうふうに、言ってしまう人たちの方にイラッとするかな、うん、うんうん、まあそう言ってくれることで、その文脈でこの活動を知ってもらうっていうことはまあありがたいことでもあるんだけど、なんかそういうことでもないのにな、まあ、でよく言われるのが、うん、浄土宗って昔からその何だっけ、社会福祉宗だか、まあ、いわゆるそういう教団として、そういう社会課題を解決するための活動を昔からやってきた教団だから、うん、まあ何ていうかその DNA がおやつクラブにもあるんですよねみたいなことを言う人たちがいて、いやないですよ僕はそこはね切りましたし、うん、みたいな話をするんだけど、うん、なんかそういうふうになんか分かったふうに言う人の方が、うん、ちょっと イラッとするかな。そうですね、うんうんうん、で松本さんが今おっしゃったように変わらないっていうことがおやつクラブも そこが根っこにあるだろうなと思っていて、うん、でまあ、詰まるところその、仏様にお供えをするっていうこの昔から続いている習慣があるからこそ、お下がりとして、いただくっていう習慣があるからこそ、うん、でさらにはシェアするっていうお裾分けをするっていう習慣があるからこそこの活動ができている、うん、だからそれがなくなってしまったら、
まあ、要するにその仏様だったりお寺にその敬う気持ち、尊敬する気持ちからお供えをするっていう行為がなくなってしまったら、この活動は終わると思ってるんですね。だから僕たちがやらないといけないのは、お供えを受け取るに足る、お布施を受け取るに足る存在であり続けることが、この活動を続けるっていうことだと思うんですよ。要するにちょっと間は空きますけど、社会問題解決のために僕たちがしないといけないのは、お布施を預かるに足る存在であるかどうかっていう、そこだと思うんですよね。でそれって昔から変わらずお寺に期待されてきた僧侶としてやらないといけないことだと思うんで、そこを変わらずにやり続けられるかっていうことかなと思ってるんですよね。そうですよね、うんうんうん、別に社会貢献とか、うん、あえて言わなくともね、うんうんうん、まあそう言った方が伝わるときは言ったりしますけど、うん、まあ、それは切り口の一つに過ぎないっていうことですよね、うんうんうん、そう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 、うん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 、いや本当、うん、そうですよね。だからすごいお寺には本当にそういうポテンシャルがしっかりあるなと思うし、うん、やっぱりその今、まあ、話題に上がるのがその寺離れとか、信仰がなくなってきてるとかね、うん、そういう分かりやすい話がやっぱり前面に出るし、うん、 そうですね、その話題に、僧侶も乗っかって対抗しようとするじゃないですか、はい、すいませんでした。もうそれ良くないと思って、はい、まあまあね、面倒くさいから乗っかっちゃう時はよくあるんですけど、いやそこで戦うのはすごいなと思うけど、うん、いやけどそうじゃない、なんていうかな、その小さなお寺での信仰の姿っていうのもしっかり残っていて、そこを伝えていく、うん、まあ別に伝えなくてもいいかなと思ってて、確かにあるものを続けていくっていうことがすごい大切だなと思うのね、うん、そうですね、うん、本当だから、うんうん、その、うん、でまあ理解してできない人は理解できないと思うし、それを知らないまま、過ごす人もいるけど、まあ、できたら知ってもらいたいし、うん、そういう大きな力が、社会問題解決につながっているということも、なんていうかな、役割の一つとして理解してもらえると、うん、ご縁になっていくかなという気はしますね、うんうん、グッドデザイン賞の話があった時に、うん、お寺があったかって多くの人が言ってくださって、うん、その手があったかって言ってくださって、うんうん、それがすごい自分としては嬉しかったかな、うんうん、気づいてもらえた、まあ、具体的にどうっていうことではないんだけど、うん、なんとなく、あ、その手があったかっていうふうに思ってくれたっていうのは、うん、なんとなくみんなもともと持っていた、何かがあって、それをこう活動がありますっていうことでつないで、パッとひらめいてくれたというか、気づいてくれたっていうことだと思うんで、うん、そうですね、うん、何か活動とか、うん、まあ取り組みとかそういうものがあった時に、うん、説明をするために、うん、これはこれを実現するためにこういう仕組みがあって、うん、でその中でこのアクションはこういう役割を担っているみたいなことは、まあ後から見ればっていうか、そういう枠組みで見る人にとってはそういうふうに説明するのが分かりやすいんだけど、うんうんうん、でも例えばじゃあお供え、うん、そのおやつクラブもその貧困を解決するためにお供えが存在しているわけでもないし、うんうんうん、でじゃあお供えがたくさん集まるためにお坊さんが、うんちゃんと修行しなきゃみたいなことでもないし、まあでも、うんうん、そういう切り口で語ろうと思えば語れなくもないっていう、うんうん、まあ、そんな感じだと思うんですよね。でそれがまたそれをその一面だけでそのシステムをそのためにで語り出すとまたおかしくなってくるっていう話があって、まあテンプルモーニングなんかでも感じるんですよね。お寺の朝の
時間を、うんうん、まあ、みんなで、うん、楽しむっていうか、うんうん、まあ、楽しむすら言わないんですけど、うんうん、別に楽しまなくてもいいし、うんうんうん、まあ、過ごす場所ですと、うん、まあ、そういう機会があるだけですって話で、うんうん、でお経を読みます、うん、掃除をします、うんうん、でまあちょっとお茶も、うん、でも一杯しながら、うん、お坊さんとか、うん、まあ、みんなでサワー会、うんうん、しましょうか、うんうん、以上なんですよね、うんうん、でそこに何の意味を見出すとかは何でもよくて、うん、その人に全部委ねられているんで、うん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 、来たくなきゃ来なきゃいいし、うんうんうん、だけどそれを、うん、うん、これをすることによって何だろう、健康にいいとか、うん、多分いいんですよ、うんうん、朝からお経を読んで掃除したら健康にはいいんですけど、うんうんうん、かといって健康にいいためにやってるわけでもない、うんうん、健康にいいからといって来る人がいてももちろんいいです、うんうんうん、だけど、うん、それはじゃあみんなでそれを目指すかっていうと別にそうである必要もないっていう、うんうん、ただやっている、うんうん、そしてそれが不思議と続いているっていう、うん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 、その凄さっていうんですかね、うん、そうそうそう、うん、いや、あのだから僕らの活動は NPO 法人にしたっていうのはそこも結構大きくて、うん、お寺はお寺としてやってることがある、うん、それを社会問題としてつなげる NPO 法人がいて、うん、お寺と社会課題をつなげていく活動をしているっていう、うん、まあ、そういう関係が一番やっぱりいいのかなと思っているんですよね、はいはい、うんうん、だからお寺の和尚さんは、うんうん、和尚さんでしかないんですよね、うん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 、ただお経を読んでいる、そうそうそう、うん、そうそう、それが一番理想だと思う、うんうん、そうですよね、そうなのよ、うん、あのいや僕ね、そうね、おやつクラブ、住職塾を経て、うん、実際に自分が住職になり、おやつクラブを始めてみて、あのとってもよく分かったことがあって、それはね、まあ、あの松本さんとの出会いの時にも感じたんだけど、やっぱり松本さんみたいに、スーパー僧侶として、自分も、どうしたら松本さんみたいになれるかなっていうのは、思っていたし、まあ、それはあのお坊さんになる前、お坊さんになろうと思った時も周りのすごい人たちはとてもユニークだし、こういう人たちみたいになるためには自分はどうすればいいのかっていう流れから松本さんにも同じことを感じてたの、ね、うん、で、住職になってこのお寺で自分なりにスーパー僧侶としてどんなことができるかなっていろいろ試行錯誤したんだけど、なんかね、まあ、時にはそういうふうに見てくれる瞬間もあったけど、結構それはしんどいことだし、うん、一人のスーパー僧侶が、社会に与えるインパクトって大きいように見えるけど全然大きくなくて、うん、なんていうかな、やっぱり、この全国にたくさんあるお寺で普通のお坊さんが普通にしてることが、集まってきた方がとんでもない大きな力になるっていうふうに気づいて、うん、だからこそ自分もそこを目指さないし、もっと言うとその普通のってね、あのなんかちょっとずるい言葉なんだけど、地域にいる、お坊さんたちが、できることできる仕組みを作ることがその大きな力を作る、仕組みになるんだろうっていうふうに思って、そこをすごい意識しながらこのおやつクラブっていう活動は設計してますね、うんうん、そうしないと大きな力になれないから、だから、ね、安養寺でしかできない活動だっていうふうにしてしまうと、まあ、そこで終わってしまうんですよね。それをいかに広げていけるか、誰もができる活動にできるかっていうのはすごい意識してますね、うんうん、その辺の話も結構松島さんともこれまで、うんうん、重ねてきた、うん、折々したかなと思うんですよね、うんうんうん、まあ、住職塾も、うん、あのが始まった背景も多分そこはすごくあって、うんうんうん、まあこれなんだろう、本当に多分お寺界の人しか、うん、ピンとこない話だけど、うん、なんか僕らの世代よりもうちょっと上の世代は、うん、なんかスーパー僧侶世代っていうのか、うん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 、なんだろう、
まあ時代的にもまだお寺が安定していて、だからこそ、まあ、あんまりユニークな活動が出にくい、うんうん、だってこれでやっていけるんだからいいじゃんっていう、ね、うんうん、中でもそんな中でも、うん、いや俺は出ていくんだって言って、うん、まあ、突出していく人が本当、うんうん、一握り いらっしゃるっていう、うんうん、まあ、僕らより多分15歳20歳上の世代とかだと思うんですよね、うんうん、そういうだからなんかグループとして何か活動するというよりは、うんうん、まああんまりお寺はそんな社会の中で目立ってないんだけれども、うんうんうん、中に突出した住職が出てくるみたいな。でも、うん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 、僕らの世代でだんだんとその、うん、そうですね、普通のお寺も、うん、まあ多分時代背景としてもこのまんまじゃまずいぞっていう、うん、まあ、そういう外堀の話もありながら、うんうん、で、うん、みんなでできること何なんだろうかっていうことを探し始めた時代だと思うんですよね、うんうん、で、まあ、僕自身は、うん、そうですね、ちょっとまあ変わったポジションとか、まあ、お寺を持っていないっていう、うん、そういう、まあ、強みっちゃ強み、うんうんうん、特殊性もあって、うん、まあ、動き方が変わってますけど、うん、でもまあ住職塾しかり、うん、テンプルモーニングしかり、うんうん、いつも思ってることは、うん、やろうと思えばどんなお寺でもできることっていうのが、うんうんうん、大事だよなっていうのは常にありますね。まあそうですね、おやつクラブも、うんうん、そうですよね、まあ、あのそれがある種のマーケティングということなんですけど、うんうんうん、でそのリソースを、ね、あの最大化させて効果を大きくしていきましょうということを、うん、何度と思うんですけど、うん、まあ、そういう意味では、ね、住職塾でいろいろ意識してきたことっていうのも、うん、あの大いにあるなと思うし、うん、で実際の現場に合わせて、チューニングしていくとやっぱりそういう多くの人が参加できる形っていうのを、作るっていうことが、すごい自分に課せられた役割というか、うん、自分自身もその、一人になるっていうことなんだろうなと思いましたね。だから仕組みを残すために NPO 法人にして、うん、僕がいなくなってもそれが残っていくっていうことが一番大事なんだろうなと思ってますね。そして、うん、お坊さんとしては、うん、安養寺住職として、うん、まあ、変わらず、うん、ポクポクやっていくと、うん、そうね、うん、最近ねけどそこもね安養寺住職っていう、まあ、要は、次の代に渡していくっていうことも、うん、そういう意味ではすごい住職の最後の一番大きな仕事じゃないですか、うん、まあ、そこもちょっと考え始めていて、うん、誰に、次を渡すか、お、うん、いや、ね、あのそれはあのちょっと変わったっていうのは死ぬまでずっとそこをやらないといけないっていう変な、義務感とかプレッシャーとかあったんだけど、はいはい、うん、いやけどいい人がいたら別にね、あの来年住職変わるっていうのもあっていいなと最近思い始めていて、お、確かに、うん、そうそう、なんかそこがねちょっとフリーになったのが、うん、変わったとこかな。うん、あんまりあの外では言ってないけど、うんうん、そこはちょっと思ってますね。うん、それは心のどっかで松本さんみたいにお寺に、住職でない僧侶として、できることもたくさんあるだろうなっていうのは相変わらず思ってるからかもしれないし、うんうん、僕はだからあの前も言ったけど松本さんは一回どっかのお寺の住職になってほしいなっていうのは思ってるね。変わりますか？あ、入れ替わる。いやそれは嫌や。うん、安養寺がめちゃくちゃになってしまう。なるほどね。いやいや、あの、そういうことじゃなくて松本さんがやってるの変わるのが嫌や。ああ、そっち、うん、なるほどね。いやけど、うん、なんかそう思うね、うんうん、いや松本さんすごい進化してあのいろんなことがまた強くなるような気がするんですよね。そうですね、うんうん、できるかな。それなんかそういうふうに言う人ってあんまりいてない？いやもう最近めっきり言われなくなりました、ね。うん、あ、本当にそうなんだ。うん、うん、そうか。でもいやそうですよね、うん、別に
ああ確かにそうだよな。いや僕も避けてたんですよ、うん、住職になること、住職になること、うん、なぜかというと、うん、なんか一生やんなきゃいけない感じがするから、うん、なるほどね、いや重すぎる、うんうんうん、でも、まあ、3年とか言われたら、うんまあ、3年であの更新ありかなしかみたいな人気付きの、そうそうそう、まあそういうのだったら、うん、なるほどね。まあけどそれはね、人気がない方が、いいんだよ、住職として取り組むことは、はい、いつまでもある覚悟で入った方が良くて、はい、すいませんでした、いやその方が多分あの人気より早く、はい、次に行けると思う。おー、うん、人気があると思うと、あそれまでにっていう、なんていうかな、期日を作っちゃうから、ああなるほどね、なんていうかな、うん、まああの期日があるから頑張ろうっていうこともあるけど、期日があるからそのリミットがなんていうかな、発想が制約されるというか、うんうん、なんかそっちの方が影響あるんじゃないかなと、うん、無期懲役で、無期懲役だと思っていて、いい人がいたら次、うんうんにっていうとかな。だから結局その育成の話になると思うし、そうですね、後継者、そのファミリービジネスとかそういうところの外部の、うん、知見っていうのがすごい重要なんだろうなと思いますね。うんうんうん、まあけどその一方でお寺独自の、なんていうか後継者選びっていうのもあるので、うんうん、まあそこはそこで、うん、いろいろこれからあるんだろうなと思ってますけど。うんうんうん、いやー。いいですね。じゃあ今日はこの辺で、はい、はい、行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
Jim.
このポッドキャストはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。